皆さんこんにちは。あなたのハートを狙い撃ち、ドッキュンドッキュンコマニョンです。はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、本日もまたまたスペシャルなゲストにお越しいただいております。トランペット奏者で作曲家の中原瑞希と言います。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあということですね、見てわかると思うんですけれども、私いろいろね楽器を体験してみたみたいな動画を結構出してるんですけども、本日はそちらのトランペットバージョンをやりたいと思います。管楽器をいろいろ持ってるんですね、はい、なのでなんかめっちゃコマニョンさんって楽器吹けるんですよね、何でも楽器吹けてすごいですねって言われるんですけど、ガチで一個も吹けないんですね。打楽器奏者なんですよ。勘違いしてました。そうなんです。中原さんもね、私がサックス奏者だと勘違いしてたんですよ。そうなんですよ。一緒に演奏するのかと思ったそうなんです。なので今回はトランペットの方を教えていただきたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、私もガチの初心者なんで、はい、もう新入生に教えるみたいな気持ちで全然大丈夫なので。よし、じゃあ早速やってみましょうか、はい、トランペットをまずどれぐらい音が出るか聞きたいので、ドの音です。ピアノのCフラット、はい、Bの音です。これをちょっと吹いていただいてもよろしいですか。はい。なかなか良きです。はい、素質あ、よかった。私、はい、トランペット上手そうって言われる唇なんですけど。いや、めっちゃ上手そうな唇です。羨ましいです。私、向いてない感じなんで。歯並び悪いんで。どういうのが向いてるんですか、口。あ、もうそういう感じです。みんな見てる？ドアップで抜いてくださいね。見てる？じゃあ次は私の真似をしていただくんですけど、はい、こことここを行ったり来たりします。どれどれど。すごくいいですね。じゃあ次はここ、はい、ここ、ここ。金管の難しいとこですよね。だって3個しかないもん、ボタン。1つの指で7個以上音があるんです。え？ああ、出なかった。2オクターブ内に7個。え、やばいですね。え、その同じ指で違う音を出すわけですか？はいはいはい。どうするんですか？どうすればなるんですか？詳しく言うとキリがないんで、めっちゃ簡単に言うと、はい、みんなはよく消えるとか言いますけど、消えじゃないんですよ、はい。高い音を出すにつれて、まずは息のスピードを上げて、そのがコツになってきます。スピードの上げ方なんですけど、ちょっと難しい言葉でシラブルって言って、口の中のベロの高さですね、根元の。これを変えていくのと、あとはお腹のお腹マッスルをトランペットはよく使います。筋肉ムキムキになれるんですけど、お腹のここだけめっちゃモコってなってるんですけど。めっちゃいいじゃん。お腹出てるの下っ腹出てるの嫌なんですよ。トランペット奏者はやっぱ肺を広げて吹くから、横隔膜が下がってって内臓が下がっていっちゃうんですね。お腹出ちゃうんですよ。そうなんだ。そこが悩みなんです。私もお腹そんな風に使ってないに出てるな。ちょっとやってるかも。ここの力を使ってお腹の中で圧力を上げて、要はスピードを上げてるっていうことになるんですね。うんうんうん、これで高い音を吹いていくんですよ。じゃあ難関ドレミファソです。
よ。うん、すごい。ちょっとゆっくりやってみましょう。はい。ワン、ツー、はい。スタッフの皆さんめちゃくちゃいい方ばっかりなので、服部管楽器の動画を見てくださったら分かるんですけど、もちろんですけども、なんかグッズとかも結構いっぱいあるので、なんか吹奏楽やってる人とか管楽器楽器やってる人は足運んでみたらめっちゃ楽しいと思うので、ぜひそちらの方にも行ってみてください。お願いします。ちなみに皆さん、この動画面白いと思ったらチャンネル登録、高評価、お褒めのコメントお待ちしております。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。